ドラえもん、のび太の月面探査機、ボタンを押してね。データを選んでね。今のもしかして、はいはいはい、行ってきます。宇宙人だ。レンズのゴミだね。ふう、ねえねえ、月のニュースよ。月面探査機の、あ、その白い影、果たしてその正体は。月のウサギだ。え、月にはウサギがいるって言うじゃないか。こうやってお餅をついている。月にはウサギがいるって？にゃははは、まったく、のび太くんらしいやん。もう、いいよいいよ、みんなで僕をバカに。大人だって月にはウサギがいるって言ってたのに。自分の目で確かめるまで僕は月のウサギを信じるぞ。まあ確かに間違いとも言い切れない。本当？まったく仕方ないな。じゃあ協力してあげるよ。よし。異説？世の中にはいろんな考えを持つ人がいる。このバッジをつけると同じ考えの仲間になるんだ。ん？例えば地球は丸くて太陽の周りを回っている。ところが昔はこれを地動説って
ことを棚にあげてよく言うよ。このマイクに異説を唱えると本当のことになる。天動説が正しい。さあこのバッジをつけて世界の果てを見に行こう。人にだけ、つまり異説クラブのメンバーにだけは天動説の世界になるんだよ。わあ、大丈夫。他の人には地動説の世界なんだから。バッジを外してみな。ふぅ。ああ、面白かった。さっきも言ったけど、のび太くんの考えも、昔は月の裏文明説っていうのがあった。わかりやすく言うとだな。月面人が文明を築いていると考えた人たちもいるんだよ。面白そうじゃない。僕らも月に住めるって信じよう。それじゃあ早速。月の裏には空気があって生き物が住める。よし、月の裏側に行ってみよう。バッジをつけている人にだけ、つまり異説クラブのメンバーにだけは月の裏側にも空気がある世界になる。わーい。わー、あれやっぱり丸いね。月の裏側は今夜なんだ。地球、へえ。これを巻いて。ねえねえ。やめた。もし隕石が落ちてきてもドームが王国を守ってくれ。ドラえもん。よし。
Thank you.
月のルカです。よろしく。あの子は昨日の。
仲間に入れてよ。あ、ルカでいいよ。月の王国って何？あれ？転校生のルカだよ。月よろしく。僕、ドラえもん。ねえねえ。うん。これがメンバーズバッジだよ。
おいしそう。はじめ。
Thank you.
むむ？あれ？なんだ？うん？
ここでのび太くんの匂いが途切れてる。おい、その道具当てになるのかよ。警察犬つけっぱなし。あれ、ねえ、落ち着いて。大丈夫だから。ゆっくり息を。あの光は、君は、これはのび太くんのバッジ。バッジが取れたら空気がなくなる。嘘だろ。手遅れってこと？そんなはずないわ。のび太さんならきっと。もう僕は壊れてお詫びよ。バカ野郎。おーい。おい、今の声。おーい。間違いない。のび太くんの声だ。よかった。無事だったのね。でもバッジがないのにどうやって。とにかく下に降りてみよう。
する？たちのコロニーへ。ルカ、どうしてここに？説明するより、こうした正体を隠しててごめんね。ウサギ、ここにお客さんなんて初めてですね。カメ、はじめまして。私、月のワリクガメのモドでございます。月の世界にウサギどころかカメもいた。はじめ。
ここは月のマグマの通り道。溶岩チューブを改造して作ったコロニーなんだ。君たちは月面人なの？僕たちは太陽系から遠く離れたかぐや星という星で生まれた種族なんだ。じゃあかぐや星人？それがそうじゃなくて。かぐや星の中でも最も優れた天才生物学者、ゴダール博士ご夫妻です。部下たちはエスパルという宇宙に11人だけの種族なのです。エスパル？ルナ、見せてあげて。私の体が作り出すエネルギー、植物を元気にしたり物体を動かすことができるんだ。全身を包めば宇宙服の役割を果たすこともできるよ。すげえ！もしかして枯れてて。エスパルは若いうちに肉体の成長が止まるんだ。だから大人はいない。部下たちは何歳なの？かぐや星に10年ぐらいいたからざっと1010歳かな。1010歳？すげー。イエー。ちなみに私は2000歳。亀は万年ですからね。最初は地球に住もうかなって様子を見に行ったこともあったんだけど、すでに文明が築かれていたから